はい、皆さんこんばんはなのかこんにちはなのかおはようございますなのかわかんないんですけど YouTuber っぽい、まあもうご存知の通り、今日何日です、何日でしたっけ、今日は14日です、14日、はい、の21時の配信のほんの10分前20分前ぐらいにあの YouTube、まあ、結構全体的に Google のサービス全体的に落ちてるんですね。日本と結構ヨーロッパ全域でもちょっと見れないという状況が続いているということなんで、ちょっと収録に切り替えて、この動画がいつアップされてるのか分かんないですけど、ついあの1時間前にサブチャンでチャンピオンズリーグの抽選会を裏実況したのがなんか嘘のような、いや本当に僕だからあのお猿さんのなんですかマークというかあの、はい、びっくりしました、あれと思って、俺なんかネットだけ落ちたのかみたいな、 Something went wrong っつってお猿さんが言ってますからね。そうですね、はい、なのでまあ月曜日はあの J リーグを中心にやってるんですけども、まあ皆さんのなんですか見た試合の感想とかそういうのも交えながらやっぱライブでやるっていう番組だったので、まあなかなか1時間やってもしょうがないんで、ちょっとコンパクトにギュッと、はい、ギュッとやっていきたいなというふうに思っております。で、あのまさに今ダウンしてさ、あの、はい、生配信やめて、まあ、こうしましょうって決めて9時半ぐらいじゃん今、はい、だもうちょっと EL の抽選会を僕固めて見てるんでちょっとあの心にあらずですまあもうスパーズ出たからいいじゃないですか一番最初に引いたから、ね、いいとこ出たから、はい、はい、という感じですかね、はい、ということでじゃあもうどんどんやっていきますか、はい、 J1、 はい、 J からいきますか、はい、はい、あ、そうですね、 AC の話もちょっとしたかったですけど、じゃあ J1 からやっていきましょうか、はい、はい、ドロー祭りということで、スコアも割と入らず、そうですね、オールゴールズ賞は4分半ぐらいで終わってましたね、うん、はい、なのでゴールも非常に少なかったと、スコアレスドローが3つですかね、はい、という結果になりました。はい、で、まあ、やっぱ一番はフロンターレが、これサガンに勝てば、J リーグ史上初、全クラブからの勝利と、ワンシーズン中にね、はい、いうのがかかって、いて、まあ、サガンとは開幕戦で対戦して、この時はスコアレスドローだったんですけども、はい、1対1の引き分けという結果になって、残念ながら、その記録またセナラスと最後粘ったね、トスが、そういうことですね、レンゾス、ロペス選手、横浜新戦でもね、はい、後半決めましたがというところと、まあ、あと ACL 帰りの FC 東京が試合をしまして、ね、はい、いやー大変だよね、大変ですよ本当に、なんか一言みたいな言い方になっちゃうんですか、いや、そうですね、今1週間ぐらいから、まあ、結構フレッシュなメンバーで若手主体でね、まあね、組み方的に言うと、あれ帰ってきたのいつだっけ、いや、まあ多分1週間前とか多分そうか、だからまだ出れないからね、行ってた組はね、はい、はい、ってところですかね、はい、で、あとは触れるべきはどれだ、名古屋があれでしょ、パロマ瑞穂が最後だったんで、はい、ラストでした、はい、はい、でちょっとね PK のとことか、まあ、シャビレ選手が退場しちゃってちょっと後味ちょっと悪い感じには、はい、なっちゃいましたけど、セレモニーなんかもねあって、まあ、山口元さんが出てきて、それこそ横浜市のサポーターの方もちょっとね残ってる方もいたみたいなことを言ってましたけど、6年ぐらいだっけ改修、6年です ね、 ね、はい、なのでちょっとどんな競技場になるのか分からないですが、ね、うん、はい、まあ、ちょっとねやっぱここが勝って、まあそうね、締めたかったっていうのはあると思いますが、はい、はい、というとこだと、僕ね、実は鹿島スタジアム行ってまして、あ、なんか言ってましたね、先週ね、はい、別に取材ではなく、プライベート、会社の人と行ったんですけども、はい、はい、普通にもつ煮食って、ハム焼き食って、なんかおにぎりとかも食ってっていう、最高にジェリーを楽しんでいましたね。サインくださいって言われなかった言われなかったです。まあ、さすがにマスクつけてな、あれか、なかなかね。俺、そんな試合出ないから。いやいやいや、あなた、声かけられたことある人でしょ、まあまあまあ、スタジアム以外でも。まあ、ありますけれども。はい、という感じかな、はい、上田綺世選手が本当素晴らしいゴールがあって、どんどん良くなってますね。僕水上君も一緒に行ったんですけど、はい、やっぱタイでもブラジルでもやっぱ上田選手の練習から素晴らしいプレーって何回も見てきて、うん、公式戦で頼む決めてくれと願い続けて、ようやく上田選手の真骨頂みたいなゴールが見れたんで僕は大満足です。はい、よかった。いやね、こう終盤にかけてね、どん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 、まあ、周りとの関係性もそうでしょうし、良くなっていってるのはありますよね。そうですね、はい、はい、まあ、中盤の構成なんかも固まってきましたし、まあ、ラーノ選手が調子良くなってきたりみたいな部分もあるんですが、まあ、アントラーズが本当に ACL に向けて、まあ、望みをつないだという勝利でしたね。大分札幌は両チームとも決定機あったけどね、もうちょっと点入ってるのも良かったけど、まあそうですね、ゴールキーパーの講師とか、はい、ああ決めれないみたいなのがありましたからね札幌とかもね、はい、ってなとこですかね、はい、
まあ順位表はこんな感じになってます。まあどっちかっつうともうちょっと今ね、来季の話がだいぶニュース出てきてるんで、まあそれこそ湘南はさ、もう斉藤、俺の斉藤美月選手と鈴木太一選手はね、はい、俺が行ってた時のあれじゃなかったからね、はい、そんなあれなんですけど、うん、まあでも2人ね、移籍が今日決まりましたからね、はい、美月選手がルビン火山、はい、で太一選手がスイスだね、ローザンヌ、はい、ローザンヌで、統一選手が完全移籍で、三月選手が期限付き、1年半の期限付きでですね、はい、はい、とかね、あとは人事の方か、まあ報道いろいろ出てますけどね、新藤選手がセレッソとかね、あとはのこの辺だと片野坂さんは延長報道がモテてんだっけ、まあ、清水がね、ああそうですね、あのムサカ選手とか6人満了発表して、はい、でね、権田選手が帰ってくるんじゃないかみたいな報道もありますけどね、はい、その辺がもう、まあもう知っての通りですけども、まあ、まずは、まあ、本当2020シーズン本当長かったですけど、もう来週で終わりですから、来週のこの放送の時点、まあ、月曜日の夜の時点でもう全部終わってますから、最終試合に出てるんで、なんか始まるとあっという間っていうか、まあ、毎週2試合やるみたいなのがね、基本でしたからね。そうですね、まあ、なんかこんなに言ったらあれかもしれないですけど、なんかそんな寂しさはあんまり感じないから、まあ、優勝チーム決まってるからっていうのもあるのかな、まあ、オフになったら寂しくなるでしょうけど、うん、はい、いやけど今シーズンは、まあ、もちろん試合頑張ってみましたけど、やっぱまあまあ見切れなかったな、まあ、選手もそれで大変だと思うんですけど、うん、まあ、すぐやってきますからね、新シーズン。それも大変なんだよな、はい、一応ね、2月26の近日ですかね、で開幕そうっていう方向で今進んでるんでね、うん、はい、ただまあ2020シーズンまだ終わんないですから、1月4日のルヴァンカップまで、そうなんですよね、天皇杯ありますからね、この後、まあ1位2位のチームは J1 でいうと、だ天皇杯 ACL だよね、はい、そうですね、2位チームが天皇杯行くし、うん、3位まで ACL あるしっていうところですかね、まあ、ACL ちょっとレギュレーションっていうところはまだ決まってはないですけれども、はい、はい、じゃあ水曜日に、まあ、ちょっと消化試合数ばらつきがあって、これ ACL 組の3チームが、まあ、すでに33試合を消化していると、うん、32節の時点で、なので、上位勢でいう と、セレッソとガンバが2試合を残した状態でこの位置につけていますよと、なので、まあ、グランパスとアントラーズは、まあ、この2チームが、まあ、言うてしまうこけるのを待つ、そして最終節、うん、まあ、セレッソなんですけども、最終節アントラーズは、まあ、勝つっていうところになってくるかなと思いますけどね、はい、ってなところでどんどん行きましょうか。お、一応 YouTuber 戻ってきたっけ。もう収録したんで行っちゃいましょう、はい、J2 は明日の火曜日に、やるんで、しこたま、しこたまへ奈良さんにメール記念したんですけど、はい、あの放送時間21時から奈良さんの気が済むまでって送りました。これはオールナイト放送じゃないかな。ロフトのロフトプラスワンでやってるトークショーみたいな。はい、ということで、あの、はい、たっぷり喋るんで明日の21時に、火曜日21時に見てほしいなと思うんですけれども、決まんないねというね、はい、ね、まあ J1 はパッと決まったけど、はい、まあ、それでも J1 もちょっと最後もたってちょっとしたけど、そうですね、こっちはね、あの、うっうっうんって言ってこうジェフが頑張ったし、そうですね、ジェフは、はい、新井選手素晴らしいセーブがありましたし、まあ、ビファレンも前半2点取りで、アビスパもね、非常に後半2点取ってということで、まあ、順位表は、はい、こんな感じになっておりますと。J2 もね、はい、どうぞ。水曜日に J2 方でやるんですよ。で、ああ、はい、そうですね。この時点で、まあ、まだ何も決まってないので、うん、逆に配信的にはまあ、ありがたいというか、そう、ね。何かもう徳島決まった状態というよりかは、この試合に勝てばみたいな感じになってくるので。し、全部決まるかもしれないんだよね、だから。そうなんですよね。はいはい、ちょっと条件だけさらっておきますが、まあ、徳島も勝てば決定というのがこう、2試合かな、なんか次3試合目、はい、3度目の正直ということに、うん、なりますけど、対大宮戦ですね。で、徳島がドロー、長崎もドローまたは負けで決まり、うん、で、徳島負けても長崎がドロー以下でも決まり、まあ、徐々に条件的には、まあ、だんだんイージーにはなってくるんですが、そろそろ決めたいですね、ホーム最終戦なんで、やっぱり。まあ、そこで決めたいんですよね。そうですね、はい、はい、で優勝の可能性としては、徳島勝った上で福岡がドロー以下、徳島引き分けでも福岡が敗れ奈良ヶ崎も、ドロー以下ですと優勝となります。でもうあと2節でこのポイント3なんで、アビスパの昇格が決まる可能性もありまして、はい、アビスパ勝った上で長崎はドロー以下、
もうなんか全てはもう逆に言うと長崎にかかってるみたいな部分はあるんで、長崎はもうとにかく勝たなきゃいかんと、そういうことですね、はい、はい、つまり、そういうことになります。一応ちょっとこの表もあるんで、はい、はい、こんな感じですね。はい、甲府ですか、長崎はですね、はい、ですので、火曜、ごめんなさい、水曜日は、6時半からやります。7時からキックオフなんでなんか早い感じするけど、6時半から全チームのスタメンとかも見たりします。おお、じゃあちょっといつもよりは盛りだくさんでっていう感じですか。そうですね、まあラスト、J2 ホーナーなんで今季に関して言うと、奈良さん、北条さん、そして私も一応裏方をやりながら出るという、オールスターですね。オールスターで火曜日やりますので、はい、あ、ごめんなさい、水曜日やりますので、6時半から9時半ぐらいまでかな、多分、うん、なるほど、みんなでお酒でも飲みながら飯でも食いながらできたらいいなというふうには思っております。はい、はい、では J2 もねだいぶ人事がね、そうっすね、下田さんが退任 して変わるんじゃないかとかというのも出てたし、はい、あと池本選手がね、あ、そうっすね、大発表したりもしました、ね、あと藤田選手もか、はい、よかったね、はい、J3 寂しい季節ですね、はい、いやー J3 も熱いなっていうねこれ、あの相模原対ブラブリッツ見てたんですけど、はい、いやこれ先制されてどうなるって、まあね、斉藤選手のボールが追いつきましたが、まあ相模原とってはまあこれは勝ち、まあ対長野ってこともね、まあなかなか厳しい相手だし、まあ長野も岐阜だったんで、これ非常に難しい、いや2テクよく組んでるなっていう日程だったんですけど今節は、はい、1-3 対2-4だったってやつね。そうですね、はい、はい、ドローとはい、いうことになりまして、順位表こんな感じになりましたと。うん、ちょっとこの条件もおさらいしておきたいんですが、で、まあ、あと一節ですね、J3 リーグは。はい、なので、もう長野が勝てばっていうことで、まあ、基本的には文句なしにはなります。うん、で、ドローで、相模原が勝った場合は、これ逆転になりますね。そうですね。はい、はい、で、長野負けて、相模原勝った場合ももちろんこれも昇格なんですけれども、得失点の部分がちょっと結構関わってくる感じになるんですけども、ほう、そういう意味では結構長野有利にはなりますね、うん、相模原岐阜と比べたら。負けても相模原引き分けで終わればっていう話か、はい、そうですね、はい、相模原ドロー長野負けの場合は、岐阜が引き分け以下の場合は長野と相模原で得失点差が多いチーム、まあ、なのでそういう意味でも長野が比較的有利だと、うん、いうことになります。岐阜が勝った場合は長野相模原岐阜で得失点差が最も多いチーム、まあ、これを踏まえてもやっぱり長野が有利であると、うん、で、共に負けた場合、長野相模原、そうですね、はい、が岐阜が引き分け以下の場合は長野昇格で、岐阜が勝った場合は長野と岐阜で得失点差が多いチームということになりますので、まあ、こういう意味でも岐阜はやっぱりそういう意味でも結構大変、そうですね、まあ、10点以上取らないといけないっていうようなはいはい、状況にはまあかなり厳しい状況に置かれているということになります。はい、でも鹿児島ガンバユニサイ 6-4 っていう、すごかった、セレスユニサイにグルージャ 5-0 とか、ね、出てますから、すごい試合ありましたね。オールゴールション長かったですね、まあ、あと最終節って言ったらやっぱり13対1っていうのが昨年はありましたから、いやディビジョン違うけどディビジョンも違うし対象チームも違うし状況も全然違いますけど、うん、何が起こるかね、サッカー分かりませんからね。いや今期の J リーグなんか3点差とかから余裕で逆転したり追いついたりするんで、なんかこう最近 J に限らずなんかちょこちょこ見ません、 そういうの、うん、各国リーグで、まあ、そうですね、ちょっと多くなってるような傾向ありますけれども、はいはい、まあ、U23 チームは今期限りっていうのがね、うん、決まってますので、まあ、セレッソガンバ、まあ、特にガンバは岐阜なんで、まあ、かなり名を握る存在に、なりうるとそう、ね、いうところですね、はい、はい、ではそんなとこかな、まあ、長野優位っていうのは変わらないかなと思います。あとはね、今天候がね、ああそうですね、寒波がね訪れて、はい、どこも寒くなってるっていう状況ですから、うん、ね、週末どうなってるかまあ分かんないですけども、そうですね、初雪じゃないわ、起きたら外が白いって朝トレンドになってたりとかしましたけど、だって、ね、名古屋とかでも雪降るみたいなね、そう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 、ね、はい、はい、お腹空きました。ぐるぐる言ってますね、はい、あでもまあホーム基本的には北はないしか、まあそういうふうに組んでますよ、うん、基本的には長野かなぐらいか、
まあ、J2 とかで言っても多分山形とかここから連戦とかなんですよ。あのアウェー連戦になるんですよね、はい、まあそうか、コンサドーレもそうだしね。そうですね、はい、はい、なので本当12月ね、もう20日ですから。あ、なんかもう年越しましょうよ、なんか年越しましょうよって言っちゃったけど、カミカミでしたけど。私もうね、1年早い、過ぎの早いって話何回するんだって感じで、もう飛ばしましょうかで、ACL なんですけれども、はい、見てましたか。まあ、はい、いやー、神戸頑張ったよ。いや、あの、初出場でやっぱベスト4っていうのは本当素晴らしいと。そうで、ね、台所事情もあるし、うん、まあ、当然ね、シーズン佳境なんで、ね、はい、契約問題とかもあるでしょうし、 そうですね、そんな中っていうね、うんうん、っていう中でありましたけども、まあ、ネガティブな話っていうか、まあ、基本的にはネガティブな話してもしょうがないというか、まあ、みんな思ってることは基本的には結構一緒なんで、うん、あのオフィールドレビューのところと佐々木選手が、まあ、抜け出しというか、はい、相手のミスからっていうところがあったんで、はい、まあ、そこはね、まあ、なんかいろいろ三木谷さんとか田島会長とか、なんか後期がどうこうとかもありますけれども、まあ、だからやっぱりウルさん強かったなっていうのはやっぱ一方であって、 ACL あれじゃない、あの現地入りしてからもそうだけど、一番まあ安定してたチームじゃない、うん、勝ち上がり見ててもウルさんは、ね、まあ、東京にも勝ってますよね、うん、私なんかアジアで勝てるチームというか、なんかその、まあ、韓国代表の選手がたくさんいるじゃないですか、まあ、元も含めてイグノ選手とかイチョン選手とかパクジョン選手、結構ね、長チームある選手いたり、うん、ユン・ビッカラム選手ですか、韓国代表ですけど、なんかそういうチャンスメーカーがいる中に点取れる外国籍選手と守備、センターバック の195センチぐらいの、あの、なんかそういうなんすか、外国籍選手が要所要所このなんすか、うまく補填してるチームというか、まあ、やっぱり K リーグでも、ね、非常に強かったっていう話ですけど、まあ、そういうなんかある意味納得するようなチーム作りだったかなって思いましたけども、対するにはやっぱり神戸がちょっとチャンス数的に本当に少なくて、まあ、やっぱりセットプレー一発っていうのは練習してた、デザインしてた形だと、あれは綺麗だったね、思いますけども、やっぱその上からの内容っていうと決定機作ったとか結構ミス絡みが多かったんで、まあね、その中でも決めなきゃいけないっていうのはね、うん、なんかありましたけど、まあね、結果論です、ね、まあ、そうですね、たらればいっても仕方ないですけど、はい、ちょっと個人的にはやっぱりね、ちょっとドーグラス選手が今大会あんまりハマってない感じがやっぱどうしても決定機ね、うん、話しちゃったっていうのがあったんで、まあ、三浦監督がやっぱり交代枠が6あった中で4しか使わなくて、うん、あと1分でやっぱ藤本選手出してもっていう、うん、まあ、本当ワンプレーだったんで、古橋選手最後フリーキックもね惜しかったですけど、ちょっとその辺の、まあ、選手交代のところ、まあ、いろいろ怪我人があったりとかっていう難しさはあったと思いますけれども、うん、まあ、ちょっとね、ストライカージュニア選手もいるし、藤本選手もいたし、小田選手なんかも J リーグで活躍してたんで、その辺のカード、まあ、ドーグラス選手に対する信頼っていうのは確かに熱いのは分かるんですけど、うん、ちょっと今大会は乗り切れてなかったかなっていうのがなりますね。まあ、あの決定的に、ね、最後のところもちょっとずれるとかね、やっぱりそういう流れの中でっていうのはあるからね、はい、まあ、でも山口選手が、ね、終わった後もね、ハッターに帰りたいって言ってたし、はい、まあね、豪徳選手もなインスタで、うん、まあ、多分言いたいことはいろいろあるんだろうなっていうのはあるけど、まあ、そう、ね、まあ、そう、ぐっと飲み込んで、うん、応援ありがとうございましたと、まあ、あの帰ってまた頑張りますっていうことを言ってたし、前川選手もね、まあ、最後はあれになっちゃったけど、はい、まあ、その前あれ止めてなかったのそこで決勝点だし、作ってるんだというね、すごく成長したシーズンだったと思うし、うん、そうですね、うん、はい、まあ、これを来年にね、つなげてくださいっていうのは簡単だし、うん、悔しかったとは思うんですけどかなと思いますけどね。そうですね、はい、うん、まあね、見たかったけどね。いや本当にクラブワールドカップで神戸っていうのはね、はい、うんうん、そうですね、はい、はい、まあ、ただベスト4、初出場のベスト4っていうのは本当に素晴らしいなというふうに、はい、はい、思いました、ね、はい、ただやっぱりね、こういう集中開催で本当大変な中でも、なんかある意味にチームジャパン、チーム J リーグ感っていうのもあったし、そうね、まあ、各チーム結構ね、インスタとかで選手同士の交流とかもありましたけど、あとね、まあ、他のやっぱりこう ACL ね、勝ち残っていくにつれ、他のチームのサポーターの人も、そうですね、日本を応援するっていうのはね、みんな神戸頑張れと思ってたと思いますし、うん、ね、神戸、割とまあ普段のリーグ戦とかだと、そうそう、まあ、お金使ってとか言われがちなクラブではあるけど、やっぱりこういう風な時にね、日本代表として頑張ってくれっていうのはいい、そうですね、いいよね、うん、あと1個だけいいですか、はい、やっぱベルマーレン選手の個の能力っていうのは昨日際立ってたなと思って、まあね、日本にいていいんですかっていう人だからね、まだベルギー代表だし、結構今季ちょっと怪我がちというか序盤戦欠場とかありましたけど、やっぱ1対1の強さがすげえなと思って、そうね、さすがでしたね。なんか一番神戸に来てから一番いいベルマーレン選手を今大会、うん、まあ、この試合以外にも今大会非常に見れたなという、やっぱりそういう大舞台での彼の経験値だったり強さっていうのが発揮されたんじゃないかなっていうふうにはね、ちょっと個人的には思いましたけど、あとは
田島さんが抗議文を送るって言ったら頑張ってくれ田島さんっつってまあそうですね、まあ、そう思われても仕方ないぐらい田島さんとかとなんか囲み取材みたいなのをしてる時にまあいろいろ思うところあるし、うん、こう全面的に抗議もしたいけど、まあね、政治もあるからこうね、うん、全部するわけにもいかないとかある中でこうやっぱり不満とかもあるんだろうなみたいなのはちょこちょこ感じるから、まあ ね、まあそういうのねやっぱ、まあ、言うことは大事だから、うん、まあそうですねし、はいはい、まあ結果はね残念ながら変わらないかもしれないですけど、まあこれがね数年後また何か変わっていくかもしれないっていうところありますからね、はい、はい、ということでざっと振り返りました。普段だったら1時間なんですけど、はい、もうまとめます。対話形式じゃなかったからね。そうですね、はい、で、どうやらこの収録している時点で YouTube が復活はしているらしいという、うん、みたいね。アップロードできるかとかは確認してないけどね。そうですね、はい、あの復活しても安定して生配信できるかまた結構別問題だったりするんで、そう、ね、ちょっと今回収録という形に切り替えましたけれども、はいはい、また来週は、うん、それこそ J リーグ全ディビジョン終わって最終順位出てる状態なので、うん、まあ、ちょっとシーズン、まあ、総括って、まあ、それはまたもう来年とかちょっとこぼれるかもしれないですけれども、まあ、最終節と最終順位確認みたいな感じに来週になるかなと思います。アウォーズの日、アウォーズの前、アウォーズ22っすよね。アウォーズの前日ってことですね。あ、そうですね、はい、先にやってしまえ的なベストイレブン考えるか。ベストイレブン考えましょう、はい、フロンターレ選手バージョンとフロンターレの選手1回抜きにして考えたバージョンを作ろうかな。それ俺があれだね、シティが優勝したシーズンとプレミアリーグ今シーズンベストイレブン何ですかって言われた時に全部シティの選手と同じじゃん。まあぶっちゃけそう、まあ本当にフロンターレの選手でも誰を入れようかなって迷っちゃうぐらいなんで正直。そうね、はい、ただやっぱりね、まあ下位チームだったとしても活躍した選手ってやっぱたくさんいたり、うん、やっぱそういうところをなんでしょう、こういう番組ではありますけど評価していきたいみたいな部分はあるんで、うん、ちょっと考えます。はい、とりあえず来週はで、まあ J2、J3 も、まあ、終わりですので、まあ、まず終わってないんで、まず本当に、そうなの、J2、そうなのよ、まあ、J3 もなんですけども、はい、まあ、火曜日明日21時は奈良さんと一緒に振り返りで、やっぱりメインイベントは水曜日ですね、うん、はい、ちょっともう一回カードだけ出しておこうかな、はい、全部9時キックオフ19時ね、ごめんなさい19時じゃない7時ですね、はい、すいません、いつも間違えちゃう、はい、なんで、まあ昇格かかってる3チームを中心に見ていく感じになると思うんで、アカウントをフル活用して、そうです、モテる限りのデバイスを使って頑張って試合見ます。モテる限りのデバイス、モテる限りのダゾーンアカウント、ダゾーンさん12月だけ4デバイスぐらい見せてくんねえかな、はい、2デバイスだとね結構きついんですけど、はいはい、ということで水曜日は6時半から配信やるので、ぜひ皆さんも最後 J2 みんなで、 J1 しか見ない、 J3 しか見ないっていう人もお祭りだと思って、はい、最後 J2 放題参加してほしいなと思います。僕はお休みなんですけど、水曜日、来週の水曜日が、ね、はい、年内の生放送最後、23ですね、23日クリスマスイブイブ、はい、クリスマスイブイブの夜、はい、川端明彦と2人でお届けする予定いや川端さん結構久々なんで、川端さん久々、うん、高校選手権の話、あ、そうですね、まあ高校選手権っていうかこの1年高校生たちどうやって、まあそれも気になりますね、やってたんですかっていうね、うん、プレミアもさ形を変えて1年間、ね、はい、地域で割ってっていうやり方もしてたし、うん、まあね、学校によってはね、クラスターがとかいう報道も出ちゃったりとかしてるところもありましたし、まあ、ね、まあ、実際まだ選手権に向けてねどうなるかまだ分かんないところもありますけど、うん、まあ、実際高校生どんな感じでこの1年過ごしてたかなっていうようなことも聞ければいいかな、ね、川端さんが持ってる限りの情報ですけど、うん、はい、選手権は結構僕もなんですけど、はい、この配信出てるサッカーキングのメンバーも結構年末各地行くので、はい、なんかそういう大会ね、一応11ですか決勝、はい、までありますけど、また6とか13とか、 なんかその辺で選手権とかやりたいですね。決勝は私が行きます、フロマー代表して小松さんが、はい、はい、うん、まあねズームなんであれなんですけどね、はい、まあ、選手がね、そうそうそう、話聞くのは難しいですけど、うん、僕年始、仕事始め2021年、はい、市原臨海で迎えますのでそういう話もしたいんで、やっぱり、はい、そうね、まあ、ZA オリプリね、そうです、はい、この選手よかったみたいな、そういう話もね、はいはい、選手権も引き続き追っていけたらなと思っております、はい、まあ、ちょっと先の話しちゃいましたけど、あと今週また木金土日と海外サッカーいろんな動画出ていきますので、はい、引き続き見ていただけたらなと思います、はい、はい、
ちょっとじゃあ EL の話だけ最後ちょっといいですか。はい、いいですよ。ボルスベルガー対スパーズになりまして、はい、我がスパーズ、ボルスブルクではなく、ボルスベルガー、オーストリアのチーム、オーストリアの、そんなに遠征も大変じゃなさそうだし、はい、まあ組みしやすい相手の方を引いたのかなと思ってホッ、はい、としてます。じゃあレバークーゼンどうなりました。レバークーゼンはヤングボーイズです、ね、ヤングボーイズ、はい、スイス、はい、ちなみにミランは、ミランはミランシードだったな。ミランは、ツルベダズベズタなんで、はい、デアン・サビチェビッチダービー渋いな、はい、もう20年以上前の選手ですから、ね、はい、まあ配信してなかったですけども、このスタジオではこのね、レックボタンを押す直前まで抽選会流してて、はい、そうですね、はい、音ありでね、はい、ユナイテッドサポーターの、はい、須田ディレクターが一緒に見てて、はいはい、もうラレアル対ユナイテッドでも大大歓喜、こっちだけ三島さんがね、はい、アトレチコマドリーをチェルシーさんが引いたっていうことで、ね、はい、がっかりされてらっしゃいましたけど、ね、はい、同様にユナイテッドさんも、レアルソシエダを引いてものすごくがっかりされてらっしゃって、はいはい、ラレアル強いよいや、そのしかもその次にベンフィカがアンシードで出て引いたのがアーセナルっていうのもすげえなって思ったんですけどいや、なかなか EL32 強からいいカードがたくさん、日本人選手対決もねありますから。そうなんですよ、リール対アヤックスとかもあるしね、はい、リールも調子いいからね。なんで本当に今リーグ戦で首位のチームとかね、結構 EL 出てたりする、ね、なんでこっちにいるんだろうな。いや、そうなんですよ、ね、はい、まあ、もちろんチャンピオンズのね方もありますけれども、はい、はい、ということで、果たしてこの動画がいつアップロードされるのでしょうか。まあ大丈夫じゃないですか。大丈夫かな、はい、頑張れ Google、 頑張れ YouTube、はい、頑張れ三島、俺も頑張ります、はい、いかにね YouTube というプラットフォームに頼り切っているかという話、まあ、ペリスコープでやってもよかったんですけど、はい、まあ、YouTube の方がねやっぱ見やすいし皆さん馴染みあるかなと思って、はいはい、収録としました。はい、はい、で、CL の抽選会は裏実況みたいな感じでサブチャンの方で配信しましたんで、ね、まあ、サブチャンなんか見たことないよっていう人いたら、はい、サッカー、ひらがなサッカーキング、そうですね、ひらがなでサッカーキングでやってますんで、リンク出すとかも今言えないから、そう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 、はい、チャットで雑にね、はい、雑な感じの編集というか、もう編集してない状態のものをいろいろやってたりとかしますんで、はい、はい、チャット欄あったらリンク送ったんですけどちょっと出せない、はい、だよね、概要欄見てください。ちょっとサブチャンで俺 F1 の話しようかな、ちょっとそれまた別でやってください、はい、長くなっちゃう、サブチャンでね、はい、サブチャンで、はい、じゃあ、30分にまとめました。J リーグ本当は皆さんと語り合いたかったですが、それは来週ということで、はい、はい、幸いなことに最終節ではなかったので、そういうことです、はい、はい、ということでまた明日、この動画でいつ出てるか分かんないですけど週刊事実で、はい、お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。